ともえが一せ1911年3月30日から1978年12月24日は、北海道函館市出身で高島部屋所属の元、大相撲力士。現役時代の体格は、身長165センチメートル、体重90キログラム、特異手は押し、突き落とし、巻き落とし。最高位は、西小結。1926年5月場所。 高島部屋から初土俵を踏む。小柄であったため、最初は弱く、序二段に上がるまでに2年近くもかかるほどで、あわや上院整理の対象にされかかるところであったが、北海道巡業があったために、故郷に近いからと帯同を許されて、整理されずに済んだと、本人が晩年に雑誌連載で記していた。体格のハンデを補うために、猛稽古で体を作り、 回しをきつく締めることで相手に回しを取らせないほどの激しい押し相撲とで上位に上がっていった。あだ名は弾丸。春秋円事件の余波で1932年2月繰り上げで新十両となり、そこでも勝ち越し、同年5月場所に新入幕を果たした。高島平野初の幕内力士であった。さすがに幕内では大勝ちすることはできなかったが、 それでも1935年5月には小結びに昇進、負け越しはしたが、翌1936年1月には、新横綱、武蔵山から金星を獲得するなど、長く幕内で活躍した。1938年12月に7代、友綱の長女と結婚し、友綱を継承できるポジションとなった。1940年5月場所限りで引退。 年寄り、玉垣を襲名し、1941年1月には、独立して玉垣部屋を創設した。1942年5月場所後には味川に、名跡変更し、部屋の名称も味川部屋に改称していた。1951年に、師匠高島が亡くなった後、高島部屋を継承した。吉羽山を横綱に、峰さんを大関に昇進させ、 師匠としての力を発揮した。1961年、学府、友綱の定年退職を受けて、友綱に名跡を変更した。その後しばらくは、吉羽山、峰山が独立して部屋を起こしたこともあって、小部屋になっていたが、晩年に入門した、先駆け明が、自身の定年間際の1975年、11月場所に入幕を果たし、 友綱部屋の伝統を継ぐことができた。1976年3月をもって定年退職し、しばらくは雑誌、相撲に改装機を執筆したほか、相撲中継の解説にも、本名の工藤誠一で1978年9月場所まで登場した。1978年12月24日、観光編の試し67歳坊津。 1976年3月の定年退職後、東京、両国の友綱部屋跡地にちゃんこ料理店、ちゃんこ、ともえ方を開業し店主となった。没後は、次男が店をついでに二代目店主となり、現在その家族が店を経営している。なお先駆け明によれば、師匠がちゃんこ料理店を開くことを意外に思ったようで、ある。1941年1月場所から、 14代玉垣を襲名していた元友江方が玉垣部屋を再興した。その後、1943年1月場所から名跡を安治川に変更したため、名称は安治川部屋になった。1951年5月に高島親方が死去したため、安治川親方が高島に名跡変更して高島部屋を継承することになった。ありがとうございます。